古代から脈々と続く時の流れとそこに生きた人々。歴史遺産の宝庫高槻を、あなたも一緒に歩いてみませんか。高槻歴史の散歩道では、高槻の史跡や遺跡、名勝などを巡りながら自然を楽しみ、郷土の歴史にも親しめる散策コースを紹介しています。市長、はい、今回は摂津峡の渓谷美と周辺の寺社を訪ねる桜の園コースを歩いてみたいと思います。はい、摂津峡は俗日本百名城に選ばれた芥川山城や歴史のある社寺がたくさんありますからね。行きましょう。はい、最初に訪れたのは服部の地名由来の神社、神福神社です。今日は地域の歴史に詳しい古藤さんに来ていただきましたので、お話を伺いに行きませんか。いいですね、行きましょう。古藤さん、この服部の村地蔵、去年の12月に建立された、はい、ということですけども、はい、この服部の村地っていうのはどういう方なんですか。はい、5世紀の初め頃まで日本では、我が国ではいわゆる草を使った織物、はい、布しかできなかった、うん、主に麻製品が主に使われていたわけですけども、それが蚕を育てて、その繭から絹織物を作るという、うん、そういう技術が伝えられるんですね。機織のに従事している人たちが各地に点在していましたの で、うんうんうん、でその人たちのことを機織から来た言葉だと思いますが、うん、羽鳥とか服部とか言っていたわけですね、うん、でその機織たちの集団を統括してまとめる役職を隠形天皇から賜った人、うん、それが服部の村地なんです。あ、なるほどね、そして今回はどうしてこの石像を建てられたんですか。うん、実在の人物であるということ、まずこの地域の守り神であったその服部の村地をの功績を検証しようということも、私たちの意図であったということ、それからもう一つはこの地域の人でももうここがかつて服部という地名であったということを知らない人が相当増えているわけです。でそういう意味で服部という地名を、それを皆さんに覚えておいてもらいたいという、そういう郷土愛といいますか、そういうこともあってこの服部の村地を目に見える形で残そうというふうに考えたわけです。そういう理由だったんですね。はい、はい、古藤さんのお話だとね、はい、服部というその、まあ、全国でも服部さんという方がたくさんおられますけど、はい、服部という、まあ、名前、服部という地名も一番最初にできた、それがこの地だということになるんじゃないですか。そうですね、この地に服部の村地夫婦が住んでいたということは間違いがない。で伊賀の服部とか豊中の服部とか越前の服部とか、さまざまに服部というところはありますけれども、服部の村地が住んでいたところはここなんだ、ここからいろいろとその指示を出して全体を統括したんだというふうに考えています。はい、この先にある三好山には芥川三条跡がありますよね。はいはい、そうですね、戦国の武将の三好長慶が近畿を押さえてた時があるんですけども、はい、その本拠地として使ってたお城なんですね。そうなんですね、はい、
三好山山上の東西およそ500メートル、南北およそ400メートルに広がる中世山城芥川山上跡。北、西、南の三方を芥川に囲まれ、天然の要害を利用しています。山頂には主閣、本丸と頭角を築いていて、多くの堀切りや土塁、くるわ、城の正面の大手の石垣などが当時の威容を忍ばせています。この辺りでは水の流れる音が聞こえて心地いいですね。宮の河原一帯は農業用水路が多くありますからね。その水路が街角遺産に選ばれているのを知ってますか？水路が街角遺産なんですか？そうなんです。すぐそこなので行ってみましょうか。はい。明治時代、服部村の中に流れる河川や伏流水、地下水のほか、芥川に設けた遺跡から得られた豊富な水は、米や瓜、寒天、タバコといった村の農業を支えてきました。中でも一の湯用水は最も重要で、服部村のみならず下流の村々も潤しました。これが一の湯用水路ですね。はい。でもなぜ水路が街角遺産なんでしょうか？これがね、珍しい水路なんですよ。この一の湯水路は西山川と交差するんですけども、合流しているわけではないんです。一の湯水路の水は一度地下に潜ります。そして西山川の下をくぐり、逆採本の原理により再び地上に出てきます。ガイドブックによると、この辺りに塚脇古墳群があったようですね。はい。そして妙力寺の敷地に石室が保管されているようです。はい、ぜひ行きましょう。塚脇古墳群は三好山の東に連なる帯石山から芥川の対岸にかけて広がる6世紀から7世紀の古墳群で、横穴式石室を備えたおよそ50基の古墳が確認されています。芥川流域の村々の有力者たちの墓地と考えられ、発掘調査では金銅製の馬具が出土しています。ここからが摂津橋ですね。そうですね。北摂随一のね、桜の名所ですしね、四季の風景も楽しめる場所ですね。摂津橋は芥川の渓流に屏風岩、行者岩などの奇岩が連続し、雄大な渓谷美が楽しめます。大阪府の名勝に指定されていて、桜広場では桜の季節になると桜祭りが催され、花見の人々でにぎわいます。今回のコースは行く途中の道にも趣がありましたので、散歩して歩いてみるのもいいですね。そうですね。歴史の豊かさと自然の恵みを感じさせる、まさに歴史と自然が融合したコースでしたね。はい。